ゆき、うだ、しんしんです。まあ、最近 CCC を知っていただくことが増え、これね、目に見えて分かるのが SNS、 数ヶ月前まで俺らって Twitter 投稿しても100いいねいったらめっちゃいいぐらいのレベルやったのが、今200切ることとかないし、ないし300、400なんか300もまあ全然ザラにいく、うん、なんかフォロワーさんに対してのアクティブユーザーっていうのがすごい増えてる気がして、これが目に見えて肌で感じるこの YouTube やってての成果っていうか、一個いいですか、なんか私事になるんですけど、インスタツイッターも調子いいと、うん、YouTube も調子いい、これ俺 TikTok 全然伸びない。ああ、TikToker だからね。俺の TikTok 俺1年間去年ほぼ毎日投稿してる。すごいよ、これは毎日すごい。フォロワーが2000台、千何百までは元々のフォロワーさんがいますから、だから1年毎日やって増えた1000。タカはでもなんか、バズっとったっすね。そうあれよな、ちょくちょく昔、だいぶ先駆けでやってたよね。そう、3日前ぐらいで負けたね。話別だね。そんなじゃん。それはありましたね、ありました、2年前ぐらいでさ。俺もそう、いけると思ってたけど、なぜか TikTok だけずっと置いていかれてるのに悲しくなっちゃうから、お前こうやった方がええよっていうのをちょっと教えていただけるとね、ありがたいと思います。よろしくお願いします。で、フータが伸びたら俺もやる。臨場して伸びたのを見て。本日の企画なんですけども、お歌詞合体クイズ、よー、歌詞合体クイズ。はい、というわけでですね、本日歌詞合体クイズというのをやっていきたいんですけれども、はい、皆さん歌詞朗読クイズってやったの覚えてますか？曲の中の歌詞を、歌うんじゃなくて朗読されて何の曲か当てていただくっていうクイズですけれども、はい、それをまあちょっとバージョンアップいたしまして、ある曲とある曲、2曲の歌詞がごちゃごちゃに合体された、まあ要は架空の歌詞を、僕が今から朗読して読み上げますので、はいはい、それは何の曲と何の曲の歌詞が合体されてるのかというのを当てていただくっていうクイズになっております。おー、めっちゃ難しいか。朗読でさえ難しいから、ただの歌詞朗読でもむずいよ。むずい。2曲入ってるわけです。です。はい、今回は合体ということで、まあ、わりかしちょっと分かりやすいフレーズを、まあ、ふんだんに使って、合体した歌詞を作ってまいりましたので、今からそれを朗読させていただきまして、はい、この曲とこの曲で合体してるっていうのを早押しで、2曲ですね、ワンフレーズパペッと軽く歌っていってください。ああ、なるほどね。2曲とも分からないと歌った。そうですね。答え方は CCC 方式なんで、恥ずかしいかもしれませんけど、いつもで楽しくやっていけたらなと思います。いきましょう、 It's Showtime。 はい、それでは早速ですけれども、1問目からいきたいと思います。明日は何やってもいい日になる、いい日にな、実際問題、いい日になる。りょうたくん、わかったかも。明日はきっといい日になる、いい日になる、実際問題もような、あなたじゃわからないかもね。で、え、1個目ちゃうよな。え、ちょっと待って、あ、ゆうくん、もう何やってもな、実際問題だったらあかんって言ってたのにね。正解。あ、だから言ったでしょ。第2問お願いします。第2問、桜のように舞い散る中で、桜のように綺麗な人と桜舞い散る中で、わ、桜のように。1個目で、2個目が桜舞い散る。ちょっと待って、ちょっと待って、ゆうき君と全く同じ状態だったっす。嘘ちゃう、嘘ちゃう、嘘ちゃう、こっちでやろうっす。ちょっとお前言ってください。桜のように舞い散る中で、桜舞い散る中に忘れた記憶と花びらのように散りゆく中で。正解。そうやわ、うまいこと合わせてきたね。めっちゃうまい。桜のようにが引っ掛けになってる。うん、すごいな。アニメカルトやることないから暇やな。じゃあ次の問題いきます。ありったけの無限大な夢を。ガチ同士やん。ゆうくん、ありったけの夢をかき集め、無限大な夢の後の。正解。これイージーやな。やっとこの歌ことやれたわ。ずっと俺も置いてけぼりされてたから。俺の曲なのに。お前の曲ってお前は言うな。はい、じゃあ次の問題いきます。はい、だからもう君を求めてないけど、はい、だからもう会えないよ。
やごめんねと別に君を求めてないけど正解意外とね意外といけるねいけるなじゃあ次の問題いきます、はい、騒がしい未来が咲き誇る僕の手を掴んで離さないって明けない夜に未練なんかないそれぞれのぬくもりで自由を閉じ込めた日々もりょうたくん騒がしい日々に笑えない君に君がいなくなった日々もちなみにこれ歌詞の順番が前後していることもありますなので流れ通りに言ってるわけではないですあそうなんやワードでちゃんとピンとこないちょっとじゃあ分かりやすそうに読み替えてみます、はい、騒がしい未来が咲き誇る僕の手を掴んで離さないってどうだよ騒がしい日々に笑えない君に離さないって決めたから正解ああそっかあそういうこと決めろも入ってくるそれだから今のあるよなそのターボがさ離さないってみたいなところがさ使わなかったとしてさ俺結構すげえやつ最近さ編集の力からすげえやつになろうとしてるどうなったよお前守ってくれるメンバーだそう絶対バランスメンバーだと思うよこんな余裕で言うなよはいでは次の問題いきます僕たちは不器用なとこで出会い手を取りあなたが眠った後に燃え盛る君との日々もちゃんと話せないけれど夢が一つ色褪せるきっときっときっとゆきくん僕たちは燃え盛る旅の途中で出会いとドライフラワーみたい君との日々も正解きっときっときっとやなそうやなそうやなパカさん放棄してるもう分かったんだけどね惜しかったずっとここ多いからさ多分分かった時の反応で押しなよ押しなよやめよやめちゃんとむずいんだよさあそれでは次の問題いきますあの日の悲しみさえ一曲目そのまんまに一曲目はくだらない話あの日の悲しみさえとくだらない話は正解発明が分かる系よ、うん、さあ、それでは次の問題行きたいんですけれども残り2問ですうわっ3、3、1まだいけるねまだいけるねラスト2問ねはいああ、さよならと何回も傷を追いかけ癒してた会いたいかい恋なのかいどれも響いている感情全部分からんどっちも分からんえいや、むずい。お願いします。ああ、さよならと何回も傷を追いかけ癒してた。会いたいかい？それ嫌やな。恋なのかい？それも嫌。これ分からん。この曲知らんもん。どれも響いてる感情。ああ。それ知ってる歌？どっちも知ってるはずです。ドライフラワーはビーメロの作品です。あなたが言った後に。これはサビですね全部じゃあ早押ししますか早押ししましょうかいきますあーさよなら何回もさよならといえば君のとあ、あー恋なんかいあーなんかえ、ちょあー桜が降る夜はさっきのやつじゃんやめやったかいさよならと言えば君のなんで途中でやめねえんだよ異変に気づけよ分かるそうあー分かんないよ何回も君の意識で振られてたイエーイオレンジオレンジの曲名今からちゃんと歌い直すのかなと思ったら違うと思ったよめっちゃ意味わかるやんこれおいさあそれでは最終問題です、はい、お現状のポイントは2 3 3 1
ゼロな。毎回ゼロゼロ。言いたいんすか、タモさん。タモさん言いたい。そしたら最終問題。15オリジナル高ソングポイント。出たそれとったら15オリジナル高ソングポイントがもらえます。まあ高くんはやっぱオリジナルな曲を生み出す天才ですから、勝手長かったら涼太へとか風太へ勇気へっていう題名で歌を作ってます。高くんが勝った場合は10年後の僕へで歌を作っていますさあそれでは最終問題いきます。ノリでお父さんみたいになればええやん、君らお母さんみたいやん、それ優しいやん。りょうたくん、キッスキッスキッスからの入籍入籍入籍。レッツゴーレッツゴー。父さんみたいに大きな背中でいつかお母さん。正解。あの準備必要ないですから。そうそうそう、こうやってパッて回されてそのまま思ったことをりょうたくんに伝える、りょうたくんに向けてだよ。そうそう、っていうなんかまにちょっとメロディーを、メッセージ動画みたいな感じだけなんで、メッセージ動画、メッセージ歌動画って感じ。大丈夫ですよ。 OK ですか？絶対やってくださいね。 OK です。 OK、 わかりました。じゃあちょっとバスケの長くんってことで、はい、交互期待ってことで、どうもありがとうございました。